包囲からの知らせだと聞いた。また来るのか来ないのか。風を滑る音、台風の一撃、台風の雲を断ち切れ、態度を断つ。この続きができるようにするためにはどうするべきか考えもしなかった。まさかあれが君だなんてね。よくよく考えたらそれもありかなと思うよ。そんなありがちなことも含めて思うよ。強いものが落ちないのは根本的に基本構造が違うからだ。泣きにしてあらず、現実は僕らを追い囲むだろう。明日にはきっと僕らを運んでいてくれる。の風が吹く、それに気づいたのであれば、まあ大したもんだと思うよ。きっとそういうこと、どうしても知りたくて、そうこうしてる間に、時は過ぎ、次の日の午後を迎えようとして、いざ実際超えてしまうと、そういう手応えもなく、ただそうなってしまったという現実を突きつけられる。当たり前の景色が当たり前にならないことも含めて全てを打ち上げられたなら、明日を思うよ。形にできないものは、そういうことも子供の頃からの記憶が起こしていること。それを変えられたら、もっとたくさんの思いを受け入れることができようと、みんな受け止めて、すべてを受け流して。